ともよ、こんにちは。今日の題は、幸せへのヒント。これについて考えましょう。ある思想家はこう言いました。人に物を与えて、それを覚えないでください。忘れてください。人からもらったものを忘れない人は幸いなものだ。意味が通じるでしょうか？人に物を与えて、そしてまたいつかその人から恩返しですか？またもらいたいと思うならば、あんまりいい意向ではないんですね。心から人に与えて、そしてその何を与えてか、それを忘れたら、それが一番いいですね。幸せへのヒント。面白いね。漢字は、し、使える、合わせ。人に合わせること。それは家庭においても、職場においても、私たちは人に仕えて喜ばせて、そしてまたその人に合わせて行くならば、一つの幸せへのヒントになるのではないでしょうか。では今日も良い日も帰ってください。さようなら。